これ私が10代の頃の話なんですよ。当時私茨城県の地元の予備校に通ってましてでそこが少人数でみんな仲のいい予備校だったんです。でちょうど時期夏期講習の頃だったんですけどある朝投稿したらいつもね一緒に遊んだりしゃべったりしていた夏川っていう同級生の女の子がいたんですけど。 その子とはばったり会いまして「おはよう」って言ったら「あおはよう」ななんんか元気ないんですよねでその夏川っていう友達いっつもも元気いっぱい明るくっていうもたっぷりでみんなの人気者だったんですよ暗い顔とか全然見たことなくって「あっ何かあったどうした」って声かけたら「うんまあうん、うん、ちょっと話聞いてもらっていいかな」って。 じゃあちょっと行こうかって言って人気のないその教室に入ってどうしたのって聞いてみたら「うん実はね」って言って話し出したのが階段だったんで,すよでちょっと先にこれご覧の方に断りを入れておきたいと思うんですが、えー、これは聞くことで触る階段です。 そういうのが苦手だという方は、ちょっと飛ばしていただいて結構です。その階段、小学生の男の子が体験したものだった。ある時、クラスメイトで仲の良かった男の子、3人組で放課後遊びに行くことにしたんです。で、東京の子だったんですけども、多摩川の河川敷、 そこにちょっと冒険探検しに行こうみたいな感じで。で、草むらの中入っていって。何があるかなーって。で、みんなで走り回っていた。で、そしたら高いこの草がボーボー生えた。その中にポツンとボロボロのトタンでできた小屋があるんです。でも完全に錆びているとっても古いものだった。で、鍵とかかかってなくて中開けられるんですよ。キーって開けたらもうなんか何にも入ってない。 で薄暗いんですよ。狭いし。ですぐに興味失って、でも行こうって。で、また他のところに遊びに行った。で、その夜なんです。この男の子がある夢を見るんです。夢の中で自分がものすごく狭い空間、そこに閉じ込められている。出口がないんです。扉がない。で、あれと思っていると、その、 壁になっているところ錆びてるんですけどなみなみなってるんですよあ、これトタンだあ、昼間見たあの小屋だということに気がつく出口がないどうしようと思うんですが現実で見たその小屋と夢の中で違うところが一点だけあって目の前に木製、霧のタンスがあるんですよで、そのタンス引き出しをスーて開けてみると中に 女性の生首が入っている。首元がずタたずたに切れた。そういう生首が入っている。髪の毛がずわーっと長い。その女性がぐるっと視線をこちらに向けて低い声で、髪の毛剃って、髪の毛剃って、お願いしてくるんです。 夢の中で少年は小さなカミソリを持っているで胸にその首を抱えてその髪の毛を剃ってあげるんですねでその間も女性がじーっとこっちを見てくるで手が血でだんだんベトベトになってくる嫌だ嫌だと思いながらもその髪の毛ツルツルにそり落としてあげるんですそこでふ と目が覚めたとっても怖い夢だった怖くて怖くてしょうがなかったんですよ学校に行って昨日遊んだクラスメートにこの話しようかなと思ったそしたらそのクラスメイト2人も「全く同じ夢を見たなんて言うんですえっ髪の毛剃ったの?」っていうふうに聞いたら2人は「怖いから剃らなかった」っていうふうに言ったその後この剃らなかった2人 続けざまに交通事故で死んでしまうんですよ。結局あの時、その首のお願いを聞いてあげていたかどうかが、その生死の分かれ目になってしまったのではないか、という、こういう怪談だった。それを私の友達の夏川がすごく深刻そうに話すんですよ。これどうしたのって言ったら、いや、私ね、この話、 こないだ中学からの友達の女の子に聞いたんだけど、その子が、なんかすっごく暗い顔してて、話し終わった後に、ねえ、私この話友達から聞いたんだけど、話聞いた夜本当にこの夢見たんだけど、そう言うんです。で、いや、そんな馬鹿なと思ったんだけど、私も見たんだよね。本当に夢の中にタンス出てきて、首入ってて、髪の毛剃ってって言われたんだよ。で、 この階段映るよ。この夢本当に見るよで。私こんなこと起こると思ってなかったから怖くて怖くて。もうごめんちょっと一人じゃ抱えきれなくて。桜に聞いてほしくて。そんな風に言うんですで。私ね、これ聞いて、正直、いや、なんか面白い構造の階段だなぁと。まあ、怖いと、へえ面白いなっていうのが半々ぐらいだったんですよ。 でまあ信じやすい子はそういうの見たりするのかもしれないななんて思いながらその場を夢見るのかなどうかなって寝たんですでも結局私はその夢見なかったでねあ見なかったということに若干ホッとしまして「そうだこの話結構怖いから友達にいっぱい話したろ」と思ってで朝予備校行ってちょっと暇そうな友達捕まえて「ね、えちょっとこういう話聞く」みたいな感じでむっちゃくちゃ話しまくったんですよ 見るよ本当に見るよ」って言ってむちゃくちゃでなんか間に受けてくれる友達とかは「怖いやだって言って泣き出しちゃったりすることがいて私本当楽しかったんですよね。でよっしゃと思ってなんかだん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 調子に乗ってきて何人かの、ね、話した後と夕方過ぎぐらいにちょっと「先生」って言って先生捕まえて「先生怖い話聞いてくれます」って言ってこの話をしたんですよそしたらその先生に私むちゃくちゃ怒られまして。 もうここ何しに来てるのもう周りの子受験なんだよって何考えてるのって本当はその通りなんですよ正論でね怒られましてで私大体夜の7時から8時ぐらいまであのお説教いただいたんですよでだんだんねそういう風に言われながら私もあなんて調子乗っちゃってたんだろうみたいな本当に反省してきてすいませんすいませんってずーっとこう謝っててでなんかもう本当に。 ちょっと本当バカだったな、ガキだったなって思いながら反省しながら夜の8時ぐらいに予備校出て家に帰る電車乗ってで、も寄り駅着いてあもうなんか1日早く帰りたいなって思いながらいつもね、母が駅まで迎えに来てくれてるのでその母の車探したんですけどその時は母迎えに来てなかったんですよで、母も仕事してたので残業とかの日は迎えに来れなかったああまあ今日そういう日か と思って歩いて暗い夜道帰ったんですけどまあ家から駅までが結構距離あるっていうのとその夜道で結構痴漢が出るっていうので私は実際に痴漢にあったりもしてたので,で怖い怖い怖いと思いながらむっちゃくちゃ疲れたり走って家帰ったんですよで、はただいまって言って帰ったらうちに母がいるんですよね結構のんびりしててで、え、ちょっといるなら迎えに来てほしかったんだけどって 私が母に言ったら母なんかきょとんとしてるんですよね。えだって「今日あんた迎えいる?」ってさっき電話したじゃん。そんなふうに言われる。でさっき電話して「今日どうすんのお迎えいるの?」聞いたらあんたずっとふざけて「あれ何本当にあんたあれ友達誰?」すっごい低い女性の声で「もし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  もしもしってずっと言ってたの誰なのすごい怖かったんだけどって言われるんですでもねそんなはずないと思って私ずっとポケットに携帯入れてたんですよえー、と思って着信履歴見たら確かにその一番上最新のところに母と数十秒通話した記録残ってるんですよ時間が19時何分って書いてあったその時間私 先生に叱られてるんですよ。電話出れるわけない。友達がいたずらするわけないんです私のポケットに入ってたんで、携帯は。私、その時思いました。あ、これ、私の夢にこそ出てこなかった。けれども、あの女性、実際私のもとに来ていたんじゃないかなって。ありがとうございます。